こんにちは株式会社スピーチジャパンの三橋大輔です今日はですね、えー、視聴者の方の疑問質問に答えるコーナーということでね、えー、お答えしたいと思います今日の質問はですねフリーランスにとってやっぱりこねって必要ですよねっていうお話でございますね、えー、これはどういう話かっていうとこれ細かく言うとですね、えー、まあこの方はおそらくですね、えー、まあ、独立前のサラリーマンの方なんですけれどもあのー、やっぱり独立するにはこねないときついですよね って感じの言い方で、実は僕聞かれたことがあるんですね。ということで、フリーランスになるには、まあ、個人事業主になるには、独立するには、コネがいりますよねっていうことに対しての回答を言いたいと思います。コネいりますよねっていう、このね、回答に対しての直球の、えー、僕の回答はいりません。以上ですね。これ要りませんなんですよね。で、 このねもうちょっとね深掘りしていこうと思うんですけどこのやっぱりあのフリーランスになるにはこねないときついっすよねって言ってるこのサラリーマンの方はどういうふうにこのフリーランス業界個人事業の業界をどう捉えてるかっていうとその例えばサラリーマン時代に付き合いのあった社長から「おお独立したのかおやったじゃないかよし本当はな他のフリーランスにちょっと振ろうとしてた仕事があるけどよかったらお前に譲ってやるよ <laughs> みたいな。 えへへみたいなね。このちょっと裏の悪大官みたいな人がそういうふうに紹介してくれる、そういうのばっかりでこういうフリーランスの世界が成り立ってると思ってる人がいると思うんですけど、全くの誤解です。で まあ僕少なくとも僕の周りにはそんな人いないし僕自身もそういうのをやってもらったことないですいるのかもしれないですよいるのかもしれないけどもうそれだけでフリーランス個人事業主でうまくやっていくっていうのは物理的に不可能ですねはっきり言って無理だと思います、はい、じゃあどういうことが必要かっていう話をちょっとしていこうと思うんですけれどもそもそもですねこの「コネ」じゃなんでこういうことが意味がないかっていう話なんですけど例えばじゃあ僕もね東北放送というところにいて、えー、まあ 仙台を中心にですねいろんな人脈がでできましたよでもなんでかっていうと結局僕が東北放送っていう看板を持っていてあるから東北放送のアナウンサーだからあ会いましょうとかねあいいどうぞどうぞとかよくしてくれたりとか、まあ、名刺交換も気軽にしてくれてすごい社長とか会ってくれたと思うんですよね。でそれが一点ねじゃあ僕が単なるフリーランスのアナウンサーになっていきなり訪ねていったら「いやちょっと待ってくれ」って言われるに決まってるわけですよ。 でいや独立するってず,ずっと言ってたじゃないですか応援してくださいよって言ったっていやそれは君に何か頼みたいことはあるかもしれないけどそれより今付き合ってる人もいるしねその仕事上ね、えー、まあまあ君よりも長い付き合いだし能力も高い人もいるってまあそういうふうになっちゃうわけですよね。なんで僕がじゃあ独立してすぐねいやあ,のあなたの会社で研修やらせてくださいよって言ってもですねそりゃ決まんないですよね。 なので、そういうコネクションというのはほぼ使えないという感じなんですよ。で僕自身もじゃ東北放送時代に築いた人脈が、まあ、そもそも仙台じゃないですか。で、東京で僕はね戻ってきてもともと出身東京ですからで東京で起業してこのスピーチジャパンという会社を作りましたけど、まあ、そこのじゃスピーチジャパンでの売り上げの構成上仙台の時の人脈によって作られた売り上げって僕、この10年ロ円ですよ、本当にゼロ何にもないですよね。 だからそのコネがあるないとかっていうのは僕は全く意味がないと思いますもちろんいい人間関係があってこういう人いるから紹介するよとかってあるかもしれないですけどそれでなんか仕事がガンガン来るとかそのコネによって仕事が安定するってことは基本的にはないっていうことなんですよねなのでコネないとやっぱりフリーなんてなれないですよねとか個人事業主独立企業なんて無理ですよねっていう考えはもうそもそも捨てた方がいいと思いますそれは気にしない方がいいってことですよ これねまあちょっと話はそれますけれども就職活動でもよく聞かれるんですよね。アナウンサーになるにはやっぱりこねないと無理ですよねみたいなね電通入るのってやっぱりこねないと無理ですよねとか上場企業入るのってこねないと無理ですよねってもうねもう何百回も言われましたけどそれはあるあった方がそれはなんかルートがいいルートで呼ばれるかもしれないけど結局あったらあったでそういうのってあった人同士の戦いになるんですよ。がある A さんとコネのある B さんが最後戦ってどっちかが受かるみたいなねなんで結局コネあってもなくても一緒です、はい、なのでコネを探してもしょうがないしコネを作ってもしょうがないってことですなのでじゃあ何をあった方がいいかって話をもっとしておきましょうコネを作るなんてどうでもいいんでやっぱりフリーランス独立起業したい人は情報が全てですね情報これをゲットしておいた上で会社を辞めるべき とということが一番大事ですじゃあ情報ってどういうことかっていう話をし,といしておこうと思うんですけどもこれはですね例えば辞める前じゃあ僕はプログラマーだとしましょうである大手の会社にいたエンジニアプログラマーだとしてで、まあ、独立しようと考えるという時に一番考えなきゃいけないことってやっぱり世の中の起業してるあるいは独立しているプログラマーが今どうやって食べてるかどういう案件をたくさんもらってるかとかどういう案件で潤ってるかっていう情報が一番大事なわけですよ。 そのね、フリーランス軍団とか、まあ、起業してうまくいってる人なのでその人たちにあその人たちのところに行ってそのグループに入って今最新の,そのプログラミングの技術とか、まあ、今ね多い案件っていうのは何かっていうのを調べることなんですよ。でそれが ひょっとしたらね自分が大手企業で培ったプログラミングとは違うものっていうのはよくあるわけですよねじゃあ言語が違うとかそもそも作ってた制作物が違うっていうのはもうめ全くよくあるわけですよやっぱりこの大企業だからこそやってたけどそれはごく一部の部分しか担当してなかったとかねそういうのがあるんであそうか改めてこの、まあ、新しいこの言語を今 覚えないと食っていけないんだなっていうのが分かった上でそれを勉強してから独立するとかね、まあ、そういう情報がやっぱ全てなので、まあ、今までこの大企業の中での付き合いでの入ってこないんですよそういう情報はそういうコネクションでは入ってこないわけですよだから思い切って外に出て、まあ、そういうセミナーに出たりコミュニティに入ったりとか、まあ、オンラインサロンに入ったりしてその最新情報をゲットした上で、えー、自分のね、えー、起業する方向とかフリーランスとして くくポジションとかを考えていくっていいいっうののがものすごい大事ですですからまあフリーランス独立する上で大事なのはコネではなくて情報です最新情報をゲットした上で起業するということを考えてほしいなというふうに思うんですよね。はいえー、なのでね、まあ、僕自身もですねやっぱりあのアナウンサー時代仙台にいましたけれどももう毎週末は東京に行ってビジネスセミナーに出たりとか異業種交流会に出たりとか、えー、まあそういう。 僕の同じようなビジネスをやってる研修会社の人に会いに行ったりとか、まあ、そういうことをお金を払ってやってましたでそこで勉強したんですよねあなるほどこうやったら稼げるんだでその通りにやってみたら、まあ、ある程度軌道に乗ってきたっていうのがあります全くそれはねアナウンサー時代にゲットしたテレビ局っていうねなんかね最新情報が集まってくるようなイメージあるかもしれませんけれどもそのテレビ局では 絶対に得ることができなかっったた情報がそういった有料のセミナーとととかか有料のコンサルを受けたりとかそういういころではありましたなのでね、あのー、そういうコネクションを作ってそこから仕事を取ろうなんていうのは思わないでそれよりも自分の業界の最新情報をゲットするための行動お金の使い方をするということをねぜひやってみてはいかがでしょうかぜひ参考にしてくださいまあこういった感じであの疑問質問を寄せて頂ければねそれについてのお答えの動画もアップしていこうと思いますんでぜひ チャンネル登録をしていただいてねその動画も見逃さないようにしてくださいそしてですね LINE アットもぜひ登録してください、まあ、LINE アットもです、ね、この YouTube では公開していない秘密の動画もねプレゼントしておりますのでぜひ LINE アットの登録もお願いします。以上スピーチジャパンの三橋がお伝えししてままいりました